帰国して間もなく羽生選手が向かったのがスケート人生をスタートさせた思い出の場所。震災を乗り越え元の姿を取り戻しました。まずアップから入るんですか？とりあえずスケートがしたい。午前2時誰もいないリンクで羽生選手が練習を始めました。ソチオリンピックのプレシーズンが始まる世界大会まで2ヶ月を切っていました。始めたのは4回転ジャンプの練習。プログラムの最大の見せ場を繰り返し練習します。まずはスケーティングスキルを磨けという大沢コーチの指導。頭では理解していても今の自分を作ってくれたジャンプへのこだわりは捨てられない。深夜、羽生選手は取り憑かれたように飛んでいました。練習開始からおよそ1時間、羽生選手に異変が起きました。倒れ込んだままなかなか起き上がりません。右足首を捻挫していました。それでもジャンプの練習をやめない羽生選手。大沢コーチと組んで3ヶ月、スケートに対する考え方を共有し合える関係にはまだなっていませんでした。